俺1番目か。緊張するな。あ、はじめまして、雄大です。はじめまして、トールです。こちらは嫁のアズニャンです。あ、やっぱり抱き枕持ってきましたか。はい、僕アズニャンの抱き枕ないと寝れないんですよね。わかります、嫁ですもんね。はい、嫁の前で嫁探しするのはちょっと心が痛いんですけどね。確かに。僕の嫁も紹介しますね。小悪魔天使のビーネちゃんです。あー、ビーネちゃんいいですよね。あー、はじめまして、テルミツです。はじめまして。あー、やっぱり抱き枕カバー持ってきますよね。嫁ですからね。テルミツさんは何のアニメが好きなんですか。東方クラナド信者です。あー、わかります。あれは絶対泣きますよね。はい、それはそうと、64持ってきたんで夜中みんなでスマブラやりませんか。マジですか、気が利きすぎでしょ。やっぱスマブラは64が最高ですよね。一つ十字キーの効きが悪いんで、これ僕が使いますね。あ、はじめまして、サキです。はじめまして。あれ、なんかすでに6人揃ってるんだけど、何これ。やばい、サキちゃん可愛いな。可愛い。さき、何歳なんですか。22です。じゃあ大学生ですか。はい、今東京の医大に通ってます。へえ、すごいね。ちなみにトールさんはお仕事何されてるんですか。はい、自宅警備員です。え、あ、どうも、ゆきです。はじめまして。女性陣見て正直どうでした。サキさん可愛くないですか。可愛いですね。ギャルが苦手っていうのもありますけど、サキさんタイプですね。テルミツさんはサキさん来てから一言も喋ってなかったですけど、どうでしたかね。サキさん好き。いや、俺はサキさん譲りますよ。いやいや、奪い合いとかそういうの僕嫌なんで譲りますよ。え、俺スマブラで決着つければよくないですか。ですね。よし、勝った。おはよう、サキ。コーヒー飲む？なんでいきなりこいつ呼び捨てなの。おはよう。うん、ありがとう。あれ、スピン？かわいいじゃん。本当に？うん。今日って学校？うん、休みだけど。じゃあ、俺とデートしない？うん、いいよ。どこ行く？アニメとかマンダラ系行こうよ。え？授業は終わり。また来てね。